えー、2018年3月の20日21時46分ですよろしくお願いしますしあれ音があれしもしもーしはいはい、はい、どうも あすいません、じゃあ自己紹介お願いします。え、ご紹介はい。ご紹介で言うてあるさっきお前の名前。いや、リスナーさんには伝わらないんで。ああ、そうな、はい、あの。ニコの配信者のまーちゃんです。はいはいはい、どうも。うん。何、なんですかあ、何がええー、ご用件は。いや、お前が、はいお前が、はい。なあ。はい。 もうあなたの配信結構ね、面白いから見てるんやけどさあ。ありがとうございます。ほやけどさ、はい、あの、ちょっとな、今日はあの、ワンマンに対してな、はいうグラグラ言ってたからな、はい、酔っ払ってるのに言ってたからな。えワーマンワーマンさんの囲いさん。のい どういうことやねんの意味がわかんないですけど、ワンワンさんの囲いさん。ワンワンさんは。ワンワンさんの囲い,いさんなんですかああ、それは、はい、先ほど聞きましたけど。ああ。だから、ワンワンは、まあ、家族みたいなもんやな。あ、ワンワンのご家族の方なんですか 家族でって言うてもな、な、はい、あのそういうのじゃなくて、友達みたいなもんよ。ああ、なるほど。わわのお友達ということで。わ<る>かります、わかります。はいはいはい。わかるわかります。比喩表現としての家族ってことですね。わか,、うん、かりますよ。うん<ー> お前はぐだぐだ言うたことに対してグダっていうのはああ腹立ってるんですね。はいはいはい。僕からは何もないですけど。僕からは何もないですけどっていうか、お前さ、あの、ちょ調子になれすぎてるんじゃないの何がすか全部が。全部が。ほう。全部が調子に乗っている。 全部が調子乗ってるんじゃないのはいはいはい。うん。お前さ、はい。なんでも中途半端やうん、なん何でも中途半端、はいはいはい。もなんでも中途半端やんけよ、はあ、うん、これを成し遂げたってうことはあるのあんた。うん。 ちょっと質問の意味がわかんないんですけど、具体的に何を意味が分かるわ、うん、か,からないからわからないんですけど、は,はいはいはい。あなたは、はい、全部中途半端。あのなんかそういう武道に対しても中途半端だし、武道武道なんかやってないですよ、うん、僕。たら何を目指してるわけあなたに関係なくないですかあ関係あるよ。どう関係があるんですか当たり前じゃん。 いや僕は何も目指してないんだよ、お、まあ、こうやって話してんねやよこれは。まあ、はい。あ、これは、あれ。お前。え、武道ってなんすか、武道って。武道とかやってるやん、武道とか。なんか、あの、なんていうのか知らんけどよ。やってるじゃん、いろいろ。武道っていうか。知らないの、武道って。武道っていうか、なんかそういう。 やってたじゃん、公園で。公園でやってなかったっけボクシングですかボクシングじゃんとか、なんかいろいろやってたんやけうん、ちょっと分かんないっすね。分かんないでやってたじゃん、実際。ごめんなさい。い何をおっしゃってるのか、ちょっとよく分かんないんですけど。あ何をおっしゃってるのか、よくわからないですかはい。 だあなた自分自身で何をしてるかよく分かってないんですね。はい、自分自身で何をしてるかよく分かってないんですね。自分のことは何をやってるか把握はできてますけど、あなたがおっしゃってる意味は。まあ、ごめんなさい。よく分かんないですね。言ってるんやったら。把握はできて、で、で、出ってるんだったら。うん、だ,たらだから、武道はしてない。武道<の>はしてないっていうことは今話してるんですけど。んうん。うん、それは。 あれな、あの知らない全然自分に記憶がないことなん、それ。うん、記憶はないですね。あ、記憶がないの。はい、すごいね。はい、すごいね、はっきり言って、自分さ。はあ、おすごいわ。おうんうん、まあ和藤さんとね、うん、まあ別にあの関係ないけどさ、関係ないし、接点もないし。はいうん ワード。で、こっちの、あの、配信中だからね。まあ、全然いいですよ、うん、それは。うん、それはいいよね、配信で同士やからな。うん、いや、別に構わない。ただ、僕は配信外での凸はお断りしちゃいますけどね。な、うん、か今、配信中だからいいじゃん。まあ、いいですよ。お互いが。お互いが配信中なんだろ。うん、構いませんよ。うん、そういうことやなうん。うん んんでお前どうしてくれんねんよ何を何<前>何、何の件について。のうん、言ったらまずいんすかまずくないよ、別に。じゃあ、なんであなたに責任を追求される必要があるのか全然わからないんですけどはい。抱え,抱えきれるわけな。抱えきれるってなですか抱えきれるわけな。 うん、ごめんなさい、日本語がよく分かんないです、抱えきれるわけなんて言われたもけ,けなんなんで僕がすべてを受け入れないといけないんですか。ああ、だからそうやって言,うから言ってるからさ、この人はあのちゃんとあのワンワンのことを全部分かってて。うん 受けれる立場で言ってるのみたいな感じで言ってるわけよ。ちょっとごめんなさい、僕はあなたが何を言ってるのか全然意味がわからないです。あ意味なんか分からないですね。あんまり頭良くないんだね、うん、頭よく。うん。喋りすごい、ね、上手だからね、頭この人、頭いいわとずっと思っててね。 和藤さんの話も聞いてたから、この人結構すごい頭いいわと思ってたけど、そういうことに対して頭は良くないの、うん。ごめんなさい。何を言ってるか全然わかんないですね。ああ、そうなんや。はいうん、なんで和和のとこにん出ましたなんで暇だから。暇だから。暇だから。はい。暇だから。はい。 うん、まあ、暇だから電話しても、まあいいけどね。はい。はい。別に、別に私がワンワンのところに電話しても、いいと悪いとか言う,いうもんでもないし、うんだ見てた時に、はい。うん。なんか、迫ってたからな、自分がワンワンに対してな。はあ。うん。迫ってたからな、うん。だからな。あんた、 どこまでどういうふうに思ってるの責任取れるのっていうふうに。責任ってなんすかうん。責任取れねえ人間っていうのは。えっと、ちょっと待ってください。責任ってなんすか,か責任ってなんすかああ、辞書でも調べておくれ。辞書とか読んで調べる、うん、調べたら。俺、違う違う違う、そういうことじゃなくて、責任の意味を聞いてるんじゃなくて、俺が誰に対して何の責任を取るんですかうん、<あー> <laughs> だからワンワンに対して、 うん、まあ責任を取るっていう意味のが責任でだからなんで僕がワンワンに対して責任を取らないといけないのかっていうの意味のいや責任の意味はあなたより分かってます責任の意味は分かってるんですよそうじゃなくてなんで僕がワンワンの責任って何の責任があるんですかだからちょっかい出すからやろなんですかちょっかい出したら責任がかかるんです,か直回出すからんらいで、うん、そうじゃなくて 何、責任を取れって言ったのはあなたじゃないですか。うん、僕に何の責任が。だから、ちょっかい出しむに対して責任取れるまでやってるんけっていう話を言ってんのは、まあ、甘いこと言ってたら、殺されるんだはっきり言って。なんで殺されるんですか殺,殺すんですか僕のことを誰かが。あのな、はい。自分が思ってるみたいな、世間は余ったることじゃないんだわ。うん。わかるわかんないっす。 分からんもんは、まあ、しゃあないな。はいお。しゃあないな、これは、うんお。自分の言うことに対して責任持つってことやな、人間はな。わ、うん、かる自分が言うことに対して責任がかかるっていうのはわかりますよ。うん、それはわかりますよ。わ、うん、かるやろ、それは。それはわかりますよ。 ただ、あなたがおっしゃってるのは、わんわんに対しての責任があるでしょって言ったのが、それが何のことを指してるのか、僕には分かりませんってことだから、それは、わんわんに対してそういうことを言ってるのも同じく、誰に言ってるのも同じく、責任、うんうん、自分が喋ってたりとか、言ってることに対しては責任を取らなきゃいけないんでっていうことを言ってる。 ち関係ないよじゃあなんであなたはその責任を僕に関係ない,係ないだったらなんでその責任を追及してるのか何の責任なのかもわかんないしあじゃあ責任を取るのが俺が当たりは授業、うん、あの知ってるあの学校の授業の話を言うてるわけわしはんごめんなさいわからないっ、ね、ないよはっきり言って関係ないよ関係ないけどあの 学校とかで、はい、学校とか道徳とか、そういう問題の話、人間の生きる道とかいう話を言ってるん、ね、なんかじゃあ、道徳を教えに突をかけてきたお前のことは知らんよ、うんうん、知らんよ、うん、まあ知らんよ、うん、どうやったらな、こうやって、あのー、配信者になって、ねえ、あのー、まあ、すごいね、うん。 配信者になってやるやん。じゃあ、から、大手の配信者になってるじゃん。うん。だ、誰がですか和道さんが。いやいや、俺は関係ないですよ。あ、別にさんつけなくていいですよ、僕。和道でいいです。あの、いや、和道さんがな。ないや、組んでも和道でも。うん。だから、なってるって。なってるし。いや、僕、あなたのために、僕、あなたのために配信やってるわけじゃないんですよ。 じゃあ、あなたの意見をなんで僕は聞かないといけないんですかは、まあなまたは蒸し返してくるね、君ね。蒸し返してくるなお前な、ね。これ気をつけなあかんぞ、これ。どういうことですか蒸し返すってどういうことですかでお前蒸し返してきてん人間、これら、お前、これら。何を蒸し返してるんですか 何を虫か知しててんですけど、お前が言ってるやんけ、わしが。前から言ってることに対して、なあ、なんであなたのことを聞かないんで、じゃあダメですかっていうのは聞かなくてもいいよ、別に。うん。わしはわしでこういうふうに見解してるから、あの、和道さんが、うん、な、うん、そんなことをしてたらダメですよって言ってるだけで、 うんうだからさっきも言ったんですけど不特定多数の人が見てるんですよああ配信っていうのは。でううあなたの感想はあなたの感想はあなたでご自身で持って構いませんけどああ僕があなたの意見を聞き入れないといけない根拠を教えてくださいって言ってるんですよ。あ,あ根拠はないよ、うん。だからそれを自分でどう思うかだけの話で、うん、こっちのこっちで。 あの、正論を言ってるまで言ってるだけだからな。うん、別に、それを受け止めるか受け止められへんかはあ、あんた自体の問題で、別にこっちはこっちで全然思ってないからね。そんなことを、お前、自分がな、あの、和道さんがな、あの、そういうふうに、うん ここっちちのととをあのちゃんから受け止めるわけがないっていうか<前>僕から僕からしたら会ったこともない見たこともない名前も知らない人からいきなり説教されてる感じなんですよ。ああしまあちゃんって言うだろう名前、うん。それは名乗ったとしても僕にとっては会ったことも見たこともない人なんですよ。 名前も知らないで言うてへんじゃん、さっき。いや、だって名前知らなかったですよ、あなたから電話かかったくるまっ言うてるやんけ、前からさっきから言ってるやんけ、前じゃん,ん。だから、名乗ったら名前は分かりますけれども、<う>僕、あなたとお会いしたことないですよね。う,うん、うん。で、あなたのあ、ここがあるなら、お前、どっか知らんけど、東京の軸がどっか知らんけど、行ったのか、うん。来なくて結構です。うん、あ、来なくて結構な。はい。<ー>で、知らない人から説教されてる状態なんですよ。 僕からすると説教じゃなくてな、はい、説教じゃなくて人の道を言うてるだけ、はい、だからそのかまあまあそれを説教って言うんですけど,んすけどなんで僕はまーちゃんさんからね人の道をお寺とか行ったことあるか、うん、はいお寺とか行ったことあるホタルお寺お寺ないですああありますよお寺ありますよで なんか、あの、聞いてきたいや座禅組ませてもらうためにあの、禅寺借りてましたけど僕お前なお前なって言ったら悪いけどさいやどうぞ構わないですよお釈迦さんっていう人いてるやろはいあなたよりも多分仏教詳しいですよあほんまに、はい、ああそうなん、はい、あほんなほうな話合うわはいお釈迦さんが、はい、あのあ、のまいろんなあの 修行をして、はい、でで結局どうあ人間の道はどうしたらいいかって言うてあったと思うはい、はい、釈迦っていうのは人間の道を捨ててブッダになったんですよだから人間の道は解いてないです釈迦は人間を超えることを目的にしたので仏っていう概念になってるんですよ人の道は解いてませんいやいや解いてるよ解いてないですそれは仏教を理解してないです 人を超えるのお前が理解してないやん。理解してないやん。人間の道を解,解いてないですよ、釈迦は。解いてるよ。解いてないですよ。仏になるための道を解いてるのが仏教なんで。解い,て解いてるよ。解いてるよ。お釈迦さんは中道の道を歩めって言うのが解いてるよ。うん、中道って何,と何,い何,何論と何論の中道を取るかって分かってます 何論と何論じゃなくて、うん、中論っていうのは<り>そう、何と何について偏るなって言ってるか分かってます中論を解いたのは事実でするなんてかそういう話してないじゃん。いや、あなたがした話ですよ。あなたが持ちかけた話ですよ。ああ、そうだよ。うん。もうだから、中道の道っていうのはすべてに通じる道だよ。いや、違います。釈迦がったのは 釈迦が言ったのはそういうことではないですよ。ああ、んでんだ、それは何誰誰から聞いたの僕が独学で勉強しましたけど。の修行したのあの、さあしああ修行したのじゃなくて、だからさっきも言ったけど、僕、禅寺にも通ってますし、うん、仏教はあなたよりも多分勉強した。禅寺みたいな、別に一部やん。一部一部やん。 あのお釈迦さんもないろんな説法を解いた中の一部の,、はい、あの禅寺っていうのが釈迦はちなみに禅<の>寺なんかやってないですよ。いやじゃあそれは大乗仏教の話で日本の仏教の伝来の話でしょう。だからほんで言ってるやんけお釈迦さんが解いた話を言ってるんやろ今。ちなみに道元に伝わってる日本の仏教っていうのは釈迦が唱えた仏説ではないですよ。 いや,いやいやいや、仏説だよ。仏説じゃないんです。なあ、何が仏説なんおのお釈迦さんが解いた説。からさっ,きさっきから言ってるじゃないですか。仏になる道を解いたのが釈尊だって。釈尊、うん？釈尊。ねあのな。シャとブッダとお釈さんと一緒なんやけど。一緒じゃないですね。ブッダの中に釈尊、うん、だから仏教の勉強足りないんですよ。 でで一緒なんだけど一緒緒なは、ね、シャクソンとブッダとお釈迦さんは同一人物なんですけど。同一人物じゃないんですよ。目が覚めた人のことをブッダって言うんです。同一人物なんですけど違います。違うわんわ。誰聞けちゃんと調べろ。ちゃんと調べてから言ってるんですよ。 ブッダイコールシャクソンではないんです。だったら、ブッダって仏の方、ね、仏の中に何,何人も種類がいるのは何でなんですかああ、ほんだから言ってみるやんけ、ほらい。だから、いろんな時のために仏さんが出てきたと。はい、違います、違います。釈迦自身もそう言ってますよ。何言うてんわ。ほなん阿弥陀如来は何でいてんねん。だから、なんでいてんねんって僕が言ってるんですよ。 何だめなぐらい湧いてんねんやとねまず仏説あのじゃあ説明しますね、えー、北インドの時バラモン教っていうのが支配していた時に北インドのところにマガタ国っていうのがあったんですマガタ国でそれはシャーキ族っていう部族が支配していたんですそこの王子様だったのがゴーダマシッタールタっていう人なんです知ってみてもんなこと知ってます ね、菩提寺の下で悟りを拾いたときに、うん、スジャータから目が覚めた人って呼んでいいですか、うんうん、って言って、ブッダを見た。まあ,あ、うわだけしか知ってないよほら、な、ほの話。なんですか上辺だけしか知ってないよね。いな上辺、どこが上辺なんですか,か,なかなあなたが、あなたが言ってることが矛盾してるから、僕は今説明をしてるん矛盾してないもんね。うん、わかりますした、ね。矛盾したこと言ってないもんな、ね、全然。うん、言ってないし。はい。うん うん、全然矛盾したこと言ってないし、はい、で、自分なんかそういうふうに、ね、ちゃんと修行してやってるわけ。修行とかそういうので、ウィキペディアだけで見てて、あのウィキペディアで見てるわけではないですよ <laughs> さっきも言ったけれども、も僕、禅寺に通ってますし、うん、多分あなたよりも本を読んでまんすよ。修だけやすべ、はい、ての寺にかわいい。 かやじゃあね、じゃあね、じゃあね、ブッダは冷え山行きました。なんで行かないといけないのあなたがやりたいのであれば、あなたがやればいいんじゃないですか。お前がやったらいいんじゃ。なんで僕があなたの言うこと聞かないとがあないと聞かないといかないはわかないと。ああ、ウェラソンに言ってんだよ、これは。 なんで偉そうだって感じたんですか僕は普通に話してますよ偉そうに言ってんなよまあそういう、そういうな、きょういになってると思ってんの自分自身が。僕はブディストではないですよ。教でわかる僕はブディストではないですよ。ちなみに言うと。なんで教会でわかる僕はブディストではないのになぜ仏教をやらないといけないんですかだから、教ょで分からへんもんが仏教のして語るな。うん 僕はブディストではないのになぜ仏教をしないといけないんですかだからお前やそぱり言ってるけどさあの客観的に見てあなたの方が偉そうですよんに偉そう言ってんなんこれらお前客観的に見て僕とあなただったあなたの方がよっぽど偉そうですよお前が偉そうやんけうん、僕は敬語でずっと接してますし初対面のあなたに対して誠意を持って時間を割いて答えてますけど あなたは初対面の人にね対してお前とか何だとかよっぽど偉そうだと思いますよだから、これはその前に、だから、ワンワンと僕の関係性であなたは何の関係があるんですかって問いかけてるんじゃないですか。関関関係係係ないですよねね だから、お断りします。お断りします、迷惑なんで。お断りしますお前、いい、分かってんねんこれ。いや、だって、ツイッターに書いてますもん、僕。お前、言ってでも、お前、脅迫ですか脅迫ですか何しに来るんですか何し来るんですか脅迫ですか知るか。はい知るか。ま、顔見とんねん、お前、どう、ま、どあね、僕、そんな暇じゃないんですよ。ああ、わしも暇じゃないよ。 うん、じゃあ来なくていいんじゃないですかいや、うん、いやいやいや。お前な、ちょっとサイクパスだな。はい、かなり。うん、何が言いたいんですかあなたの感想を聞くんですかで僕は。高いな。まあ最終結論と言えばな。な、和、ま、道、あ、さんよ。はい。最終結論と言えば。はい。 ワンマンにグだグだ言わんといてくれ。ななんんなですかワワンワンワンマンに言,うこと言わんといてくれいやいやいや関係ないですよあなたに。僕は言いたいことを言うために生まれてきたんで。<ー>なんで僕,こ、うん、僕は言いたいことを言うために生きてるんですよ。言いたいことを言うために配信者になったんですよ。あなたに何も制限されるつもりはないです。ああ。 うん、お前にあ、そうか、なけじめつきに行くわ、お前のとこに。来なくて結構です。行くわ。来なくて結構です。何回も言ってますけど。行くわ。来なくて結構です。行きますわあ。行くし、ちゃんと調べとけわしのことを、俺なんで俺があなたのことを調べないといけないんですか死ぬかお、お前が、お前がぐだぐだ言うてわしのこと言うこと聞かん。あのね、ぐだぐだ言ってるのはあなたじゃないですか。 お前やろうがぐだぐだ言うてんのだこれはこら。僕が何を言ったんですかあなたの生き方に対して。ぐだぐだ言ってるやんけや、お前、こらら、まあ。なんす強要ですか教養ですか教養してないよ。お前がぐだぐだ言ってるからだから僕が何をぐだぐだ言ったのか言ってくださいよ。うん、さか。お前に言われすぎじゃないって言ってやろうがしいいや、だってそうでしょ。なんであなたの考えとかを僕が守らないてて聞いてますよ。まあ、聞いてますよ。 見てるなんすか見てるって見てる見てないですよ。見てないの、はい、見てる,見て,る見てないどっち見てないですよ。小学校やないか早くさっさと言え。はい。小学校やないさかやまさっさと言え。見てないですよ。う見ろ。何をですか放送。あやだどこでやってるか知らないですもん、僕。 オニコマでやってるよなんていう名前でやってるんですかおまあちゃんでやってるよ、うん。僕は見に行かないです、めんどくさいんで。めんどくさいはい、うん。そうなのはい。もう、ほんで、どうしてくれんねん、これ。どうもしないって答え出てるじゃないですか。なんで僕があなたに何かをしないといけないんですかいや、別にどうもしてもいらんけどな。はい。 まあ、お前のとこ家行,行くわだから来るなっつってるんですよ。なんでお前来るなって言われるんなんで僕があなたと会わないといけないんですか迷惑なんですよ。当たり前なんて。お前、はい、東方々であに行ってたやろうが昔、僕許可取ってますよ。て僕許可取ってますよ。いや、許可取ってますよ。言ってたやろうがいいや。だから許可を取ってますよ。すれ困るわけ 聞いてます人の話困るわけ聞いてます人の話全然いいんですよなんで僕が見ず,知らず見ず知らずのあなたに会わないといけないんですかって聞いてるんですよあめちゃ会わんでもいいけどな

責任は。俺が責任なんで取らないといけないんですか当たり前やんけ、お前とか来てんのよ、俺は。じゃあ、放送やめたらいいんじゃないですかなんでやめなあかんねん、お前。そんなさすがにされるロボないわ、アいや、アドバイスをしただけなんですけど。ボケ、コロラボケ。カスコロラお前。行ったらお前、お前、まで。 いやだから家に来ても会わねえっつってんだ。ほー,ープさんああ<ぁ>。なんでホープさんが出てきたんですかそれこそ関係なくないですか,いかいはい関係ないよ。関係ないっすよね。関係ないよ。うん。まあまあまあ、いいわ。まあ、こいつらが遊んでるさかい。お前、気ぃつけとくよ。ホープさん知り合いなんですかいや、知らんな。知らないのになんでホープさんの名前出したんですか、まあ、知らんな。 お知らんな、うん、お知らんしお前まあ,あの気ぃつけとけ、うん、何を気をつけるんですか<の>何を気をつけるんですかお前死ぬけやこいつ面白いね、うんおおすごいなおすごいすごいおやっぱお前で絡んでよかったわと思ったわ うん、おおっと来た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 うんおおコメントが来てからやっぱり加藤さんと彼女よかったねねえねえおお前の囲いがいっぱい来てると俺に囲いなんか多分いないっすよいてるよいてるよこんなに来てんだから。 いや囲い俺の放送見たことあるんだったら俺の放送に囲いがいなくて有名なの知ってるでしょ知らないよ。うん、か囲いいてるよ。だから。囲い囲いてるよ、まあ女の子とかもかんいいいい関係を持ってるしさ、うん、わし思ってるけどさ、思ってたけどさ、和藤さんってしゃべりがうまいからさ、うん、だから、うん、あの結構勉強にするために結構。 見てるんやけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。うんで、そしたいけど、自分の囲いがあこんだけ生きてるんだ。俺は池とも言ってないし、いいね、僕、あなたのコミュニティ番号も知らないですよ。だから宣伝してないですよ。うん。うん。まあまあ、まああのー、まあの、まあ、和藤さんよ。はい。なあ。はい。あのー、まあ、これは別にあれとして、はい。またまた、あのー、 よろしく頼むわあれっすよお、お願いしてるのが、あの配信中だったら、うん、家で配信してる時だったら、とつ全然ありがたいんですけど、こういうふうに話しますけど、うん、配信外だけは僕、僕、返さないですよ、電話とか。分かった分かった,分かっ,た分かってる。はいうん、こっちも一緒やもん。はい。うん、だから、まあまあ、これからここのころは、手に喋るから。<laughs> ああ、全然全然。うん それはいうん、配信者な、うんで、50によろしくなはい、はいうん、ごめんねはいありがとうはいよくわかんねえな配信切ったらこんなトツかかってくるんだろうもうわかるだろう、俺の気持ちもうトツかけてくんなっていうのがわかるでしょこんなんから、和藤さん何してるんですか ディズニーつむつむディズニーつむつむディズニーつむつむワドさん元気ディズニーつむつむおいてめえこの野郎ワドおいディズニーつむつむディズニーつむつむほんおもうめんどくせえだろめんどくせえだろんもう大変なんだよ配信者は今の嫁者はまーちゃんっていう人まーちゃん いやもうン踏んでるとかじゃないよ寝れないんだよ YouTube 今見てますピコンお前が YouTube 見てるのなぜ俺に言う必要がある俺はそれで起きてしまったんだわディズニーつむつむディズニーつむつむワドいくつなんデズニーつむつむディズニーつむつむ元気頭おかしいよもう本当に まーちゃんっていう人わかんない誰かコミュニティ番号知ってんの、うん、いやーもう大変ようん初見さんいらっしゃいこんばんはまあそれだけ有名になったっていうことでもあるかもしんないんだけど睡眠できないところが朝起きたらディズニーつむつむが40件来た時の恐怖わかんないでしょ 朝起きてメール40件溜まってて38件ディズニーつむつむの恐怖分かんないんでしょあコミュニティ番号これなのうんコミュニティ番号これだってこれだって、うん、いやもう辛いよもうディズニーつむつむ何で誘ってくるんだよっていうねありがとうディズニーつむつむ花火ありがとう ディズニーツムツムやらないっつってんのになんで誘ってくるのあれマルチでしょネズミ講でしょ、うん、これかディズニーツムツムディズニーツムツム 大体いいさ、ホープさんと絡みがないのにホープさんと行くわっていうのがね、いや、ラインブロックはしないけど別に、うん。めんどくさいよね。うん、はい、ワトツ、まずいらっしゃい。あ、誘うとなんかアイテムもらえるんだ。ネズミコート一緒じゃん。最悪だな、ほんと。俺まだ飯食えてないんだよ、こんなの相手にしてたから。まだ飯食えてないんだよ。 辛くない苦しみ分かってもう。いや、援護射撃ありがとうございます。はい。いや、笑っちゃうけど、もう、怖いよ、本当に。いや、マジで。いや、ブロックはしないけど、う。ん 相手にしなければいいって言ってもさ相手にしなかったらしつこいんだもん着信がもう5件ぐらいずっと来てんのよ着信がずっとピコンピコンって「何?」って「何すか?」っつってもう次からブロックだなほんとにああ 相手にしなければいいだろうってうぜえやつの理想の中に大見総長も入ってるからね <laughs> こいつうぜえっていう人間の理想の中にお前確実に入ってるからね相手にしなければいいだろうってお前だわお前お前だわうんあんま調子のんなお前だよそれなんでお前に調子のんなとか言われないといけないんだ意味がわかんねえわ いや見たいなら見ていいけど別になんで俺が調子乗んなとか言われないといけないの調子乗ってんのどっちだよ、うん、いや本当だよねホラーだよね犯人は私だったみたいな なんかさ、その、なんか、あれだよななんか、なんか、悲しい <laughs> 悲しいよ何もうなんすか何物抜かしてんの、ね、だから、自爆で物抜かして何が悪いんですか 違うわ、お前がやな、マジブロックだわって言ったろ、今、いや、それは大見総長に言ったんです。わしには言ってないわけな。はいわしには言ってないわけな。 あの人識過剰すぎてあなたと会話してましたあなたは俺の放送見てたかもしれないけどあなたはコメント打ってなかったでしょなんであなたにメッセージ送ったと思うんすか打っ,た打ったわ打ったわだからあんま調子のんなっ,ったしそれはだからブロックする前の話でしょうん、だからあのブロックまで言ったやろお前だからそれは大見総長に、まあ、めんどくせーな<の>なんなん あね、もうブロックしないんだないやもう、うん、うぜえわ正直ブロックしてえわ正直関わりたくないくお前みたいなきつがいとお前がきつがいやと思うけどなうん別に思ってくれた変わらわないからめんどくせえわお前私は別になんそんなふうに思ってないしいやめんどくさい正直めんどくさいかもしれんけどめんどくさいやつもう喋ってると勉強になるからねいや勉強にならないわ時間の無駄だわ 正直言って。いや,いやこっちは勉強になるけど。まあ、いやなんかこっちからすると迷惑なのよ。あ,あ迷惑なの。迷惑ブロックするの。うんブロックするわ。うん、あするの。うんするよ。うん、なブロックするということは、うん、お前で負けっていうことやな。あいいよいいよそれでいいよ。お負けやな。うんうん、はいはいブロックね。あ負けましたでうはいはい負けました,ましたはい。 はいこんなブロックせ性やはいはいだねまあ放送いかへんしはいはいブロックでーす面倒くせえだろう面倒くせえだろうはいブロックでーすはいブロックでーすもう面倒くさいだろうわかった、うん、超絶面倒くせえだろう 中学生の同級生にこんなやついたの、うん、だるいよ本当にいやだるいでしょ、うん、いやネタネタならわかるじゃんネタじゃないじゃんあたかしさんいらっしゃい、うん、ブロック解除してみるいいよじゃブロック解除してみようか <laughs> それちょっと面白いねユうスケさんそれ乗ったちょっとブロック解除してみようか黙ってちょっとブロック解除しておくわ、うん、いや笑っちゃうっていいやみんな笑ってくれたらそれでいいんだけど、うん、なんで知りもしないやつに俺こんな説教,たれ、ね、説教されないといけないんだよ会ったことも見たこともねえんだよ いや一応ブロックは解除してうこう、うん。一応、一応ね。なんか、面白そうだから。うんうん、クソだりよ、本当に。なんか俺に仏,仏教とか説いてきたけどさ、仏教のこと全然分かってねえし。ブロックしたけど解除したよ。ワンワンであの、ワンワンっていう配信者。ふわっち今配信やってる。 クソダリーよ本当にいや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 まあはたから見たら面白いかもしんないけどさ俺からするとダリーよまた変なやつ増えたななんでこういうなんか頭悪い奴やつに絡まれんだろうないや教祖とか呼ばれてたっていうかさ俺からするとクソダだりいんだよ本当に 俺まず仏教者じゃねえし。うん、なん。で会ったことも見たことも聞いたこともないやつに絡まれねえといけねえんだよな。いや、つらたんだよ、本当に。春だからかな。分かんないけど。 は湧くないや自,は自業自得でしょそういう方針の下に生まれてきたのかなうまくさばいたらええネタ、うん、仕方ねえか、うん、しょうがないねつらたんだよつらたん 飯食いて、飯食いてだってさ例えばさ俺がされてんのってさ「うわい君う君ちょっと来い生意気だな最近の若いやつ生意気だな!」 なんだその口の聞き方はなんだお前お坂様知ってるか仏教知ってるか知ってるのなお前生意気だな俺やられてんのこれだよ君君君生意気だな母でしょ誰ってなるでしょいや俺完全にこれやられてんだよ。 責任,取るよ責任取れよ責任取れ責任を取れ責任があるだろうなあなあいや、俺されてんの、これだから完全に。それだるいわーって言うでしょ。な何何ってなるでしょ。 「うんまっ何何何?何何」ってなるでしょ「お前いいやつだな」とか言われたり何いいでしょほんとにいや寂しいならわかるよ寂しいならいいじゃん「お兄ちゃん」って「ちょっと暇なんだけど話しねえか?」とか素敵やん なんか公園でポケットしてたらさおじいさんがピョコって座ってさ「お若いのちょっとおじいさん暇なんだが話しねえかな?」なんつったら「ちょっとうんいいですよ」って「春は気持ちいいね」つって「そうっすね」つってさそういうのはいいよ、うん、そういうのは俺はウェルカムだよ2時間でも3時間でも付き合うよ俺がされてんの <laughs> 俺違うからなあ、うん 誰だお前ってなるでしょ。やられたらわかるよ、多分。やられたらうざいよ。全く知らない人から LINE がかかってきて。<laughs> びっくりする。で、じゃ配信者だからっていう理由、理由付けはわかんのよ。いや、有名税だよとか言いたいことはわかんの。でも、でもだよ。朝起きたら、ね。 <laughs> なんで、なんでそんなことやったののりこさん、のりこさん、ダメだよね人としてダメだよねって声で起きたらびっくりするでしょ朝起きたら望みがいるんだよ、部屋の中に。ビビるでしょビビらない。俺、朝起きたらの望のみがいたんだよ。俺は本当に。俺の彼女が正座で説教されてて、望みがいるんだよ。俺そういう生活だよ。マジで、本当にビビるよ。本当に。 しかもカメラ回ってないんだよ。いやもうマジでビビったって。いやマジで。いや本当にびっくりするから。<laughs> いや本当に。これはね、いくら言っても伝わらないと思うの。朝起きてのぞみがいた時のその、何これなのよ。家に朝起きたら俺の彼女、元カノが正座させられて2時間説教されてたの。 怖いでしょせめて枠とかでやってくれよっていう <laughs> いやあれあれ本当にびっくりするよ本当になんで望みいんの俺の部屋にって俺会ったことないんだよちなみにすごいよねしかもあれカメラには映ってないかもしんないけどリスナーも連れてきてるんだよで玄関のところにリスナー女リスナーが座ってるんだよ のりこさんがダメだとと思うとか言ってんだよだよねだよねだよねとか言いながら「のりこさん謝った方がいいよ」とか言って「お前誰だよ」っていう「お前もお前も誰だよ」っていう何勝手に俺の家入ってきてんだっていうもう一人いたんだよあビビるよであれだぜどれさんが勝手に家入ってきて「ただいま」って言うんだよそしたら後ろから元カノが「おかえり」って言うんだよ でここに座るんだよドレさんが意味が分かんないでしょ「ただいま」って言ってドレさんが入ってきてここに座った瞬間のんちゃんが「おかえり」って言ってたんだよお前らって思うでしょういやもうやだもう疲れたホラーっていうかなんか怖いよなんか 色々といや鍵変えたらとかじゃなくていやご飯行くよご飯行くただまあ枠を開いた以上やっぱ責任があるからあと12分しゃべる12分しゃべりますけどもうねあのねじゃあ人として礼節を持って付き合いをするんならいいよ俺はリスナーさんともう俺も人間リスナーさんも人間で小学校の時教わったでしょ挨拶敬語礼節をもって会いましょう リスペクトが大事ですっ、ね、小学校のの頃教わったはずなの、うん、知らない人に話しかけたらダメだよとか知らない人に声かけられても言っちゃダメだよとかもう幼稚園生でも分かる世界を飛び越えてくるのよ彼らは引っ越しどころじゃない俺だからもう特定なんてされても意味ないよ Google にハイフン住所で出てくるからもう諦めたよ俺は だかから住所なんかツイッターに書いてあるよ、うん、書いてある書いてあるだてめえ特定すんぞとかいうやつにわかだなと思うのいやツイッターに住所書いてあるしっていう特定なんて怖くねえよっていうついでにワンさんが悪いっすねいや聞いてたんですけどいやワンさん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 が悪いっす今のはうっす いいっすね謝るワードさんいいっすねうんそうそういくら言っても無駄だのなんでモノマネしなきゃいけなかったのかよくわかんないけどね、うん、あ可愛いい女の子に投げすぎちゃったんだ <laughs> この1時間の間に何があったの特命1号の間に特 <laughs> 命1号はこのなんかものの15分か30分ぐらいの間に可愛い子に投げまくったんだいい生活してるねシロタンこんばんはサラリーマンとして普通のことして言うべきこといやサラリーマンじゃねえかんな俺。 うん、ていうかサラリーマンは偉いとも思ってないけど別になんでそんなサラリーマンを押すのサラリーマンできねえから俺これやってんだけどんなんでこんななんかその普通に働いてる人は偉いっていう風潮やめないもん <laughs> なんなのそのネット民のさサラリーマンは偉いみたいなさ公務員最高みたいなうん公務員やれよ 俺らに公務員制求めんなよ、うん。ニートではないと思うけど。なんか、配信者に働けっていうやつってさ、サルに喋るって言ってんのと一緒でしょ。サルに喋ろうよ喋ろうよって、お猿さんに向かって、喋って喋ってって,って言ってるようなもんなのよ。働かないよ。<laughs> うん。働かないよ。 ありがとう、ハートありがとう。うん。ありがとう、ミミさん。猿にいくら喋れっつっても喋らないよ。配信者にいくら働けっつっても働かないよ。いや、偉いとかじゃなくて、役割があるわけじゃん。お互いに。で、俺は別に働けないから自分なりに生き残る術として配信っていうのは選んだだけであって。で俺は働いてる方が偉いとか、猿が偉いとか、チンパンジンが偉いとか、動物園に言って、言う ライオンって偉いな。いや、サイの方が偉いよ。待って、キリンさんの方が偉いと思うって、やるやらないでしょいや、ネズミもなかなかやでとかね。なかなかや、なんやで <laughs> 知らん、知らん。勝手にやってくれもう、そんなの、うん。ゴリラだって負けてないからなとかね。うん。 いやもう勘弁してくれよっていうその <laughs> もう <laughs> うんそういうことをずっと聞かされてる感じだからさうんうん配信者に小学校の道徳いや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 俺はだけどあれだぜ人となんか普通に礼儀を持って接してるつもりだけどな これは少なくともなんだろう初対面の人に不快な思いさせるようなことはしたことはないようん仕事でしててにずまってんだそっかそっか、うん、まあ分かんねえなプライベート切り売りすんのも疲れたぜ俺も <laughs> っていにか本当に本当に,本当に本当に心の底から「パチンコ行きたい本当に」本当になんか好感度下がってもいいからこれだけは言わせて本当にパチンコ屋で何にも考えずにリールを回しちゃうよただ左腕を切り落とさないといけないからやらないけど本当にね俺ね配信外でねこのストレスとかどこにぶつけたらいいのいやマジで。 もう何にも考えないで、その、そのボケーっと、リール回したいよ。<laughs> 本当に。やらないけど後悔するから。やっても後悔するし。ただなんかね、もう配信以外のことでなんかね、ストレス発散しないとね、頭おかしくなるよ、これ。<laughs> 本当にね、もう本当に頭おかしくなる。いや、腕、いや、一緒に行かない行かない行かない。腕切り落とさないよ。俺、公務員似合ってるか 国が滅ぶぞ <laughs> 俺が公務員やったら国が滅ぶわ3,000円負けて台を殴りたかったまあ行かない方がいいよなでもねもう本当にねパチンコに代わる何かを見つけないとあまあいや,いやこの後走ろうかなとは思ってるけどねちょっといや何ちゃうんだよなんかボケっとする時間が必要なんだよ本当に。 本当にね本当にもういやこれはいやここで愚痴るんじゃないけどここで愚痴るもんじゃないの分かってるんだけど胃が痛いんだっていやサラリーマンもストレスなのは分かるよ分かる分かるうん分かるけどさなんかこう いや、延長しないよ、山下さん。もうだって今日何時間放送やってるストレスたま,るたまるよ。ストレスたまるよ。うん、その後あ、わどう、わどう、ごめんね。忙しいのにごめんね。あの、ブルーレイ買おうと思ってるんだけど、あ、ごめん、ブルーレイ買ったんだけど、ブルーレイが 接続できなくて詐欺にあったんんだだと思うんだよブルーレイが <laughs> ブルーレイのプレイヤーをどれ買えばいいと思う。<laughs> 電気屋じゃねえよ。俺は電気屋じゃねえよ。助かったわわど。わどありがとね、ブルーレイで映画見るね。 わけわかんねえよマジでえっクモン竜と石田が怠慢してるどこで見れんのそれマジで言ってんのどこでどこで見れんのクモン流と石田が怠慢いやご飯行くはもうその前にちょっと寝れないわえニコ生マジで言ってんのえっていうかやばくねそれょ見に行こう本当かそれ本当 ガチサイン張ってんのやばくね2人とも引かないでしょ大丈夫か本当に言ってんのやってるっぽいなこれやってるっぽいないや石段とは俺何回かやり合ってるから くもんりもくもんりでとっぽいかな。ど、ど、どうなってんだろう。マジでやりはってんな。まあいいや、じゃあ、みんなお疲れ。ありがとうね。お疲れ様です。ありがとうございました。また明日。